こんにちは、速稼塾の久保でございます。お金の勉強パート3ということでね、お届けしようかと思いますけども、今回は家ですよね。昔から私たちの時代もテーマになってきましたけども、家は賃貸がいいのか、それとも自己所有がいいのかっていうことで分かれると思います。もちろん賃貸には、まああれですよね、担保価値がありませんので、自分が賃貸に住んでいたとしても、例えばね、金融のその評価が良くなるってことはありません。でも一方ね、家を所有してるってことになると、家が担保になりますので、少なくとも土地が担保になりますので、実はね、金融調査で有利になりがちなんですよ。うん、だからこういうことを考えると、どっちが得なのかなと思っちゃいますけども、まあ私の考え申し上げますと、圧倒的に所有が得ですね。これはね、家を買ってみて分かったんですよ。家を買って、しかもですよ、しかも、ローンがない状態です。家を買っていても、負債額が積み上がっている、要するに返済が毎月ある状態だと、これは担保価値はね、非常に低いと言わざるを得ません。ちょっとしたことで長期ローンというのは破綻するんですよ。で、データによるとね、2つぐらいあるんですけども、実際に長期ローンを組んで返済する平均年齢がね、73歳なんですよ。いろんな事情で最初は30年とか35年ローンを組むんですけども、繰り延べしたりね、ローンの返済が一時期止まったりとかして、結局は70代まで住宅ローンをはじめいろんなローンをね、払っているというのが現状です。ですんでね、20代とか30代の方がこれから30年後にローンが終わるのかな、40年後にローンが終わるのかなと思ったら、とんでもないことで70代になるまで終わりません。ですんで、場合によってはね、40年とか50年ローンだけを払う人生が、まあこれから続くんではないかなっていうのが、まあ出てきたデータですよね。このデータの中には高度経済成長期やバブル期っていうのもありましたからね。景気のいい時代、給料がどんどん上がる時代も込みで70代まで払ってるってことなんですよ。まあ、ですので、これから景気が低迷して所得が低くなって、可処分所得が減ってですね、多くの方がお金を使いにくい状態の時に長期ローンを組んでしまうと、途中で破綻する可能性はかなり高くなってくると思います。ということなんで、家は所有する方が賃貸よりもいいなと思いますけども、ただね、所有するんだったら一括で払えるか、もしくは、まあ、1年以内に返済が終わるような計画をした方が私はいいと思いますね。で、こっからなんですよ、本題は。なんでね、賃貸がいいのか、そして所有がいいのか、この論争が起きるかっていうと、これは一人にですね、お金の勉強してないからなんですよ。じゃあお金の勉強って何ですかってことなんですけども、圧倒的にですよ、圧倒的に所有した方がいいに決まってるわけなんですよ。で、なんでかっていうとね、この賃貸がいいか所有がいいかっていう論争は、一生に一つしか家が買えない人の理屈なんですよ。でも、例えばですね、不動産で身を成してる人って一個しか持ってませんかね。複数物件を所有してると思うんですよ。そしてそれを賃貸に出してると思うんですよ。で、ご存知のように、購入するよりも賃貸に出した方が割高なんですよ。じゃないと投資家が儲からないからです。例えば私がね、マンションを一室買いました。3500万で買いました。毎月のローンが15万です。じゃあその15万のローンで買ったマンションの一室を15万で人に貸したら儲かんないでしょ。だからね、18万とか20万にするはずなんですよ。だから賃貸の方が割高なんですよ。賃貸に住むってことは、その分だけ高くお金払ってますんで、お金の貯まりようがないんですよね。で、儲ける人のお金の考え方ってのは、所有物件を増やすことによって賃貸に出して平均で粗利を取っていくんですよ。まあ、ですんで、圧倒的に所有した方が得だということが言えますけども、条件がついて、それは一括で買えるか、もしくは賃貸収入を考えて複数所有してるってことが条件になりますよね。そして後半ではですね、これから起こる現実をもうちょっと深く掘っていきたいと思いますけども、早速始めていきます。後半でございます。2000年ですね、西暦2000年を過ぎて家を買うのは、それでもね、日本国内に関しましては圧倒的に不利です。というのが、これから人口がどん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 減っていって、家余り、土地余り、車余りになってくるんですよ。そして地方の物件ってのはますます売れなくなります。なぜなら地方のところっていうのは人が減りますんでね、基本的に若者が居ついてくれないんですよ。そうなると若者がいないわけですから、そして帰ってくる見込みもないですから、将来投資をするために公共工事とかインフラ整備とか橋とかね、道路とか、いろんな整備がなされていかなくなります。場合によっては市町村合併によって市役所がなくなったりする可能性もあるんですよ。銀行も当然ですけども、これから ATM とかをね、どん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 削減してくるでしょ。そうなると不便なところに家だけ残される、そう、一戸建てだけ最後に残されるんですよ。そうなると
地方に一戸建てがあるっていうのはものすごく不利でですね、そこに住むにしても住みにくいし、それを売りに出そうと思ってももう売れないという現状が起きてきます。それが西暦2000年以降に起きてることなんですよ。中古物件はむちゃくちゃ売れにくくなってきます。中古物件もある程度の人口が担保されているところ、それから人口の増加率が横ばいもしくは少しずつ上がっているところ、そういうところでないともう家は売れないんですよ。人口が少しずつ下がっているところとか圧倒的に下がっているところは当然ですけども、そんなところに住みたい人、10年20年30年のスパンで住みたい人はいませんから、家の価格がどん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 値が落ちていきます。そして肝心なことなんですけども、新築住宅は新築で誰かが住み始めた瞬間にその日のうちに3割落ちるわけですよ。で、土地の値段はあんまり変わりませんということなんで、上物にはあんまり価値がつかないんですよ。新築だろうが中古だろうとほとんど評価価値は一緒です。で、私5100万の家を買ってるんですけども、これは購入価格2800万だったんですよ。で、4割ぐらい下がるわけなんですよね。で、この住宅っていうのは30年経ってるわけなんですよ。で、30年で4割下がりました。どこが4割下がったかっていう上物です。上物が実はね、これ2000万円ぐらいの家なんですよ。土地がだから3000万ぐらいです。で、上物は今の評価価値でいうと100万円なんですよ。で、これだけね、9割以上落ちるわけですよ、上物っていうのは。だから新築は住んだ瞬間に9割値段が落ちてるところに向かっていくんですよね。最初の日に3割、それからじわじわと時間をかけて9割減になっていくんですよ。しまいにはこれを販売しようとするときっていうのは上物を取っ払わないといけないんですよね。さら地じゃないと売れないんですよ。なぜなら家っていうのはその家のライフスタイルに合った人しか住めないんですよね。私は結構大きな家ですけども、じゃあここに一人暮らしする人ってあんまりいないと思うんですよ。で、逆にですね、2世帯で住む人も2世帯で住めるんですけどもね、なかなか難しいかと思います。ということで、中古住宅っていうのは自分のライフスタイルとか買う人がこれから10年20年30年をイメージできるように最初から偶然のように作られているところしか売れないんですよね。それ以外のところっていうのは上物を取り壊す費用を数百万かけちゃいますんで、逆に割高って感じられることがあるんですよ。ですんで、住宅のオーナーさんっていうのは上物を取っ払ってね、さら地にした状態の方が高く売れるということになります。ただこれからの時代、土地がバンバン売れるようにはなりません。お話したように少子高齢化でこれからね、家を買おうとする人はいないんですよ。で、家がどんどん余ってます。広島市内でも10万戸余ってるんですよ。10万戸余ってるんですよ。だから10万人が家を買わずに住めちゃうんですよ。で、家ってのはそれを管理する人とか住む人がいなければどんどん朽ちていって、場合によっては自然発火したりとか、すごいね、甚大な被害を及ぼすんですよ。ですので私は将来的にはこれからね、10年20年かけてになるかもしれませんけども、家っていうのは無償で提供される時代が来るんじゃないかなと思いましたね。無償で提供されて、そこに、まあ無料でね、20代とか30代の方が住み始めると、住宅ローンっていうのが最初からない状態ですから、その他のことにお金が使えて需要が喚起されると思うんですよね。もちろん家を買えば家具とかカーペットとかも入れると思いますので、そういった需要が喚起されていって、まあ住宅需要っていうのはこれからね、どん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 落ちていくんじゃないかなと思います。もちろん高級住宅っていうのはこれからも売れ続けると思いますし、建設関係、建築関係の方はそういった高級住宅用にシフトしていくか、公共施設に、入っていくかね、それとも海外の需要に乗っていくかっていうふうな方針転換を収められるんじゃないかなと思います。とりあえず日本の国内で一戸建てを20代の方とか30代に売っていくっていう事業はどん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 終わりを告げていって、で、ね、西暦2000年以降に新築の家を買った方は結構不利になるんじゃないかなと思います。もちろん自分だけで住んで、自分一台で住んでいこうっていうことでしたら全く問題ありませんけども、その家を資産で残すってことになると資産価値はものすごく不利になってきますんで、お金の勉強としましては、大きな買い物をするときはその買い物が無理なく自分の余剰資金の範囲でね、買えるのかどうかってことと、あとはそれが自分に不必要になったときに中古市場ってものがきちんと担保されているかってことをしっかりと見据えて見ていかないと、ちょっと危険なことになるんじゃないかなと思います。特に家ってのはね、そうは言ってもおいそれとね、2軒3軒5軒10軒とボンボン買い増せるようなもんではないと思うんですよ。もちろんお金の力がついてきたらそういった方向で考えるとリスクはかなり減ります。で、私もね、今この家住んでますけどローンはないわけですよ。一括で買ってるわけなんですよ。プラス本来だったらローンで払うね、そんな形の、私も48歳ですからね、本当はローン払ってる時期だと思うんですけども、その分だけを生活資金に使えたり、その部分が全くごっそりとね、余剰資金になってますんで、海外の物件とか買えたりするわけなんですよ。で、そういった仕込みも今してますんで、海外の土地と海外の、ね、建物を建てるためのお金としてどんどん逃がすことができるかなっていう、そういうふうに立体的にものを考えられるようになるんですよね。そうなると
天変地異とかはこれから予想されてます。特に西日本というのはこれから南海トラフ地震というのがこれから10年20年の以内に起きるわけですよ。そうなると今住宅ローンを組んじゃうとその家がね倒壊する可能性がある、もしくは住めなくなる可能性が非常に高いわけですよ。そうなった上にローンだけ残って新しい住まいを探さないといけないってことになるとかなりきついかなと思います。で、南海トラフ地震の後ってのは多分東日本の方にですねかなり土地需要っていうのが移ると思いますから、東日本に土地を持っている方は高騰の煽りを受けてかなり儲かるんじゃないかなと思いますけども、西日本の方に土地を持っている方ってのはかなり悲惨な状態になるんじゃないかなってことが予想されます。もちろんこういった南海トラフみたいな天変地異は起きない可能性もあるんですよ。ただ起きる可能性の方が非常に高いというふうに試算が出てますんで、私は起きる前提で、特に私が生きてる間に起きる前提でもう食い足を組み立ててますんで、まあ住宅ローンを残すべきではないかなということと、あと海外に住宅ローンで払うべきお金をどんどんつぎ込んでいって、そこに別の、ね、住まいを対費用として確保しておくっていうふうにしておかなければならないなと思います。ただ問題が起きてきました、私にも。それがですね、海外にどうやって行くんやって話ですよね。飛行機がこんな止まった状態で、船の便もなかなか出てない状態でね、いかだでしか行く術がないかなっていうことになりますけど、遭難しちゃいますよね。ですんで、せっかく海外に、ね、家を準備してるんですけども、そうですね、今年中に移んないともうねどうなっちゃうんだろうって感じですよね。まあ今年中とは言わなくても、私も 2,3 年以内に海外居住をちょっとね本気で考えないと、とんでもない災害に巻き込まれて人生がね終わってしまうかもしれないなと思いますんで、こういったことを考えながら自分の衣食住のうちの住まいってものをねどういうふうに整えていくか、いろんな角度で、考えていかなければならない中で、お金をきちんと勉強するってことも大事だなと思いましたね。じゃあまとめますとね、賃貸か所有か、家に関しましては生涯に一つしか家を買えないという選択肢で言えば賃貸に行かざるを得ないってことになります。そして二つ目なんですけども、ローンを組まざるを得ない、借金をせざるを得ない状態で買うものっていうのは完全にやりすぎだと思います。それだけのリスクを返済が終わるまでずっと抱えなくちゃいけないってことになると、例えば毎月10万20万稼いだところでそれはね全く意味がなくなっちゃうんですよ。なぜなら大きな負債を抱えている中での少ない利益っていうのはね大事なんですけども、全体を好転させるべき、きっかけにはならないんですよね。シンプルに考えるとこんな感じですけども、じゃあねすでにね家を買ってしまった、新築で家を買ってしまった人に希望がないかというと、そうは言えません、そうは言えないんですよ。だからそれはねこれからじゃあ新築で買った家をどのように活用していくかっていうことにかかってくるんですよね。これはまた別の機会にお話ししようかと思いますけども、現時点で考える、まあ、住宅に関する思いとしては、新築を買うのは得策ではないなと、特にローンで買うのは良くないなと、そのローンも30年を超える長期になるとかなりリスク抱えてますから、そのリスクエッジができてるかどうかってことですよね。で、繰り上げ返済っていうのを考える人は大体ローンを組む人の大半なんですけども、繰り上げ返済が実現する可能性は非常に低くって、そればかりかリスケって言って返済時期を長くする、少なめにして長くするケースの方が多くって、結果返済完了時期っていうのが景気の良かった時期にローンを組んだ人でも73歳の平均値になっているということでございます。この数字を捉えた時に、この数字、数々の数字を捉えた時に、お金の勉強がね家に関しては一つできたなと思ったら、なかなかね新築を買おうっていうふうにはねなかなかならないのかなと思いますけども、もちろんそれは個人的な思いがいろいろありますんで意見の分かれるところだと思います。シンプルに私が分析すると、一般論ではね賃貸に住んだ方がいいんじゃないかなと思いますよね。ただやっぱりねこれね、花屋龍馬さん向けのメッセージをここから送りますけども、花屋龍馬さんは給料取りじゃないですからね、自分でビジネスしてるわけですから、例えば毎月100万200万っていう風な売り上げを取ることは可能なんですよ。だからそう考えたら、ここ 1,2 年の間にですね月収をドーンと上げて、やっぱりこう100万とか200万とかにすることは十分可能ですから、そうなると毎月の返済額を50万とかっていうことにしていけると思うんですよ。実はねここからちょっと別の話になりますけども、カードローン破産直前の私の塾生さんがね、2014年なんですけども、毎月毎月50万っていう単位とか100万っていう単位で審判会社にお金を返済して、すっきり綺麗な体になって今も広島で商売を続けてるって方がいらっしゃいますね。だから1ヶ月に2万3万の返済で宿泊した方が、個人事業を、自分のねビジネスを手にすることによってですね、
なんとですね、毎月50万、100万という単位でクレジットカード1枚ずつ返済を完了してたっていう例もあるんですよ。その方はもちろんインターネットは Facebook にたまに記事を書く程度で長けてはいないんですよね。でもきちんとやるときちんとした結果が出るということで、うん、やっぱり自分のビジネスを所有するっていうのは大きいなと思いますよね。だからこそお金の勉強をしっかりして、あ、今の状態やばいんだなと、なるほど、だったら返済の金額をプラス10万プラス20万にするために自分のビジネスをプラス10万プラス20万にしていかないといけないなってことで、行動量活動量っていうのは増えていくんじゃないかなと思いますよね。はい、本日は以上でございます。まあなかなかね、家を所有っていうのは古い価値観ではありますけども、実際に所有すると結構ね、腰が落ち着いていいもんですね。うん、私はね、やっぱりね、家1軒ぐらい、いや2、3軒ぐらい買えるようなお金の力を多くの、主に男性にはね、持ってほしいなと思います。いってらっしゃい。